あ、これ間に合わなくない？間に合わない？間に、え、ちょっと私のこのなんか構え方めっちゃかっこよくない？うっ、あ、サラリーマンの抜け殻が、大丈夫それ、降りて、おお痛い、病院、誰かいらっしゃいますか？うわ動いてる、うわっと、はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美志郎です。本日もリトルナイトメア2続きからやっていきましょう。前回はね、なんか距離感がすごい難しい敵との戦いがあって、なんとか抜けることができて、シックスちゃんとね、もう一度再会することができました。今回もね、どんな風になっていくのか楽しみにやっていきましょう。で、すっごい関係ない話なんですけど、私今、恐ろしく目が腫れてまして、まあ、パッと見わかんないと思うんですけど、昨日ね、ちょっととある事情で大泣きしまして、まあ、その泣いた理由はどうでもいいんですけど、で、すっごい目腫れてて、正面から見ると大丈夫なんだけど、下向いた時にめちゃくちゃまぶたが腫れてるので、なんかものすごいひどい目なんですけど、ちょっとお許しください。はい、全然元気ないとかじゃないので、そっちの方面の涙じゃないので安心してください。ね、感動とか感激とかそっちなんで、気にしないでください。はい。というわけで、じゃあ早速やっていきましょう。よし、じゃあ早速やっていきましょう。これは、そこになんかレバーがあるから、回せばいいのかなって、ね、マジで目腫れてるんですけど、全然辛いこととかじゃないんで気にしないでください。ね、あれでね、大泣きした後はさ、冷やすっていうことをしなきゃいけないんだよね。そうすると翌日に響かないらしいんですけど、昨日それをサボったんで。で、いつもさ、動画撮るときに一回試し撮りを軽くするんだけど、で、動画見直して、目やばって思って、まあ、正面からだとね、あ、これ揃える感じ？よいしょ。正面からだと別にそこまでじゃないんだけど、下向いたときやばと思って、まあ、わかんない。人が見たらそんな、そうでもないのかもしれないけど、自分的には見るとやばっていうね、こっちでいいのかな？感じだったんで、まあ、人間の目ここまで腫れるんだよっていう、なんかいるけどそこにパイプがあるから殴ればいいってこと？ああ鍵持ってんね。鍵を使う場所があるのか。これはそこの木の板の裏を通っていけば大丈夫。これで、ああなるほどなるほど、音鳴らしてくれるんだ、ありがたい。じゃあこれでいけるね。じゃあこれでちょっと止まってるとな、ありがたいんだけどな。前回のめちゃくちゃ難しかったやつはこちらに迫ってきてたからね。でこれ開けると、これ協力して開ける感じかな。でマジでまぶたが死ぬほど重い、パンパンですね。で、こっち側？こっち鍵ある？あ、これだ。これ鍵使えるね。前回の距離感、あ、また、なんかいる。そこハンマーあるな。前回の距離感難しいやつはさ、ちょっと待って。あ、これ間に合わなくない？間に合わない。間に合わなかった。もうちょっと忍び足で行った方がいいのかな？そう、前回の距離感難しいやつさ、え、何してんのあの子、マジで30回ぐらい死んで、え、何してんのあの子、え、締め殺すね。うわ、終わった。え、ちょっと私のこのなんか構え方めっちゃかっこよくない？え、あの子武器がいらないの？ちょっと私にもその技を教えてほしいんだけど。私なんてもう前回30回もハンマーで殴ったのに、ハンマー？トンカチか。殴ったのに全然ダメだったんですけど、これは引っ張るのか。ちょっと待ってね。このオピアノはもしかして、六六尾先生が弾いていらっしゃるのか？上か。オピアノは六六尾先生が弾いていらっしゃる。
これは上の扉か。あ、いけなくない？二人で登れる？へい、あ、やる。二人だとやっぱいいね。登るとかがさ、あー、そういうことね。これ落とすのか。これ落とすと、ん？あ、そういうこと？あ、ここにあると邪魔で登れないってことね。落としたやつを踏み台にしてなんか登ってくるのかと思ったら、そういうわけじゃなかった。で、これを開ける。二人だとこういうさ、あ、これやるのねみたいなのが分かりやすくていいよね。で、うっ、行き先は一番右か。右のあの扉に行くんだな。で、下のあの多分ぐるぐる回すんだね。右下のピアノ弾いてる時なら下に行ける感じか。ちょっと待って、今なら行ける感じね。あ、降りちゃった。大丈夫。ちょっと一回待ってよっか。一応慎重に行こう。多分あのお上手ですけどね。1階の中鉛筆でカリカリってやる時があるから、その時はこれバレるんでしょ多分。で、弾き始めたら、一回ここで止まった方がいいか。これぐるぐる回すとどうなるんだ。で、回す。あー、渡れるようになるのか。あれだな、私は多分この引き出しを動かして上に戻るんだね。今この瞬間は大丈夫なのね。とりあえず動かなければ。 OK かな。これさ、大丈夫かな。一回でやんない方がいいね。ちょっと一回止まろうかな。心配だから。カリカリって書いてから戻ろう。で、これを戻して、戻してって変だな。ちょっとここで一回止まってよ。で、カリカリタイムあって、よいしょ。いける？いけそう。で、登ると。いけるかな？よいしょ。ちょっとここで一回止まってようかな。で、カリカリタイムがあって、カリカリしたら行くと。よいしょ。これ大丈夫なんかな。バレない？大丈夫。え、やばい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 。あ、いける？あ、よかった。うお、やばいやばいやばい。めっちゃ来てるめっちゃ来てるめっちゃ来てる。まあでもこれ多分あの遅れなければ大丈夫なんでしょ。めっちゃ来てる。一瞬でも多分遅れたりすると追いつかれちゃうんじゃないかと思うけどめっちゃどこまで首伸びんのこの人。首伸びすぎでしょ。遅れたか。こっからね。こっから絶対遅れては、絶対に遅れてはいけない。めっちゃ来てる。よいしょ。さあ行くのだ。ダッシュダッシュ。ここ結構難しかったけどな。でもジャンプするの。こっからそうか、こうでいいのか。 OK、 いいね。最後あのさっき走るの忘れたね。そこまで来るの首長すぎない？すごい首の長さだな。 OK、 すいません。ちょっと今時間見てたらいつの間にかシックスちゃんは外に出てた。で、こっから新しいところだね。わ、すごい。また最初に見た街みたいなのがありますが、これは奥はいけないのかな。ちょっとつい行ってみたくなる。あ、でもそこ穴開いてるっていうか、
繋がってないもんね。前あそこ走っていて落ちた悲しい思い出があるので無視していきましょう。これだね。これは一応そーっと。すごいなんか電柱みたいなのが、あすごい、あの電柱のあの電線がめっちゃ揺れてる。いいですね。これなんか壁紙にしたくない？わかる？この画面、この画面壁紙にしたいわ。靴がぶら下がってる。なんかちょいちょいさ、スーツとかさ、ビジネスマンっぽい何かがあるよね。あほらほら、噂をすればサラリーマンの抜け殻が、なんかこう何をさ表してるんだろう。そういうなんかこう疲れた大人を表現してるのか。これは右のあそこ登るんだと思うけど、あ中に入っちゃうのか。ああ、その縁、ゴミ箱の縁みたいなとこにはとどまってられないのね。蓋を閉めるんだよね多分、あの上についてる押せばいいのか。これで閉まる。あ、しまった。で、じゃあこっちに近づけて、そこの多分石のとこまでしか行けないんだよね。石がなんかストッパーみたいになってるから。よし、じゃあこれで、おいしょー、いけるかな、届くかな、ダッシュで、おいしょ、届いた。おいです。じゃあ行こう。え、新しいステージどこなんだろう。あ、なんか若干さ、なんか屋根のこの感じが日本とかちょっとアジアっぽい感じもする。でもあれだもんね、この主人公の2人はさ黒髪だもんね。なんでもないのかなこれは。そしたら、あ、なんかレインコートみたいなのあるじゃん。これもしかして着る？あ、これでやっとあれだ、シックスちゃんの見た目になるんだね。でもさ、これがさ、リトルナイトメアのさ、あの前日の話なんだったとしたらさ、最終的にシックスちゃんは一人になるわけだから、なんかすごい悲しい展開が予想されるね。私あの本編、あ、リトルナイトメアの1の方の本編じゃなくて、あの DLC をやってないんですけど、 DLC はもしかしてこのピノキオちゃんが主人公だったのかしらね。あそこの船に着いてからバラバラになっちゃうのかなね。お、新しいとこ、これ拾える？拾えない。新しいとこか、洋服屋？あ、違う、ただの通過点だった。セーブしてる。これはなんかやる？これ登れる？あ、これで登る。で、私一人だけ行っちゃっていいのかな？おいしょ。大丈夫？それ降りて。おー、痛い。あ、この木の板を押すのか。これを押して、最初に行こう。で、これだね。オッケー。で、これはいいのかな？うわ、なんか、血のついた包帯？なんだろう。新しいところ？新しいステージっぽい。
最初にだって学校に着いた時もこんな感じだったもんね。なんか 見え方が新しいとこ来た。さあなんだ、お、ロード、あ、病院、病院じゃない？うわ、めっちゃテンション上がる。え、だって絶対怖いじゃん病院とか。あ、絶対病院だ。うわ、なんかなんだろう、なんか内臓みたいなものが落ちてる。え、やば、学校の次は病院とか、一番こうなんかホラーとしてふさわしい場所ばっか選んでくるじゃん。誰かいらっしゃいますか？あー、なんかどなたかがこちらを見ているような気がしますね。こんばんは。やばい、テンションめちゃくちゃ上がった。病院は怖いでしょう。嬉しい、怖いステージで喜ぶっていうね、まあ変態ですけど。うお、危な、それは普通にあの紐をめがけて登っていく感じか。お、どんどん先行っちゃうね。ちょっと待って、おいしょー。え、これ足りる？あ、足りる。意外とギリギリだな。ちょっと助走をつけて、よいしょ。で、こっからジャンプ。あー、危な危なかった。おいしょ。え、これ上に、上に飛びたい。おいしょ、 OK。 一応助走をつけて、ほい。この紐登ってんのが可愛いけど、自分だったら絶対登りたくないわ。なんか観覧車とかみたいなゆっくり高いところを回るものとかが嫌いなんですけど、怖くてね。でもあのジェットコースターはね大丈夫っていう、一瞬で終わるからみたいなあのジェットコースターの絶叫の胃が宙に浮く感じみたいな、あれがすごい好きで、絶叫マシンは大丈夫だけど高いとこは嫌いっていう謎の感覚の持ち主なんですけど、最近ね絶叫マシンもダメになってきたんだよね。こんな、なんかスイッチとかじゃないの？ん？なんか投げたら押せるとか？そういうわけじゃない。病院だね。あ、真っ暗だけど、これエレベーターかな。これ刺すんじゃん、ヒューズか。最初のあれじゃないの？なんか蹴ってる、サッカーしてる。え、これなんかでも取れる感じじゃないけど、取れるの？あ、取れた。あ、なるほどね、オッケーオッケーオッケー。じゃあこれをあっち側に刺すと多分エレベーターが開くのかな。よし、じゃあ刺して、で、おう、これこっちかな。おう、あ、これだこれだ。早く早く、落ちちゃうんじゃないこれ。なんか落ちそうじゃない？ほらほら、絶対落ちるよこれ。早く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 、危ない。ほら、やっぱりなんかグラグラしてるから落ちると思った。え、これいけないのかな。いけないのか。なんかさ、あの一番最初のさ、あのハンターみたいな、あそこのマップさ、あの隠し扉みたいなのあったんだよね。知らなかったけど、別の人の動画で見ました。ライトだ、ライトをつける。お、リトルナイトメアっぽい。眩しい、あ、眩しがってる。眩しいのかお前、眩しいのか暗いね。お、目玉、血の涙を流す目玉。え、何の敵が出てくるんだろう。ゾンビとか出てきたらめちゃくちゃ嬉しいけど。病院だ、楽しい、ウキウキですよ。ウキウキメモリアル、これはなんかできる。そういうわけじゃない。眩しい、これさ消しちゃうと真っ暗だね。
明るさマックスでこれですからね。あれだね、やっぱ途中でライトをつけるっていう表現があったから暗いんだね。なんかところどころ血みたいなのがついてる。ハサミ落ちてるけど見えないな。拾えるのかなって思ったんだけど、拾えるとかじゃないか。めちゃくちゃ楽しい。どうしよう。敵何？これはいける？いけない。どんな敵が来るんだろう。なんかでも怖いナースさんみたいなのが来るのかな。サイレントヒルみたいな。車椅子乗れる。そこなんか明るいな。あっちの方のドア、あっちに行くんだな。こっちは？あ、行けないね。オッケー。じゃあそっちの明るいドア行きましょう。敵は何だろう。明るいからいっか。これスイッチだね。これかな。これで自販機からなんか出して、これを投げるんだね多分。おいしょ。すごい投げ方したけど当たったね。何これ。あ、またテレビ。なんか誰かいるけど、首ないけど大丈夫。マネキンか。またこれ周波数のやつだ。なんだなんだ。めっちゃ怖いけど見た目が。なんかどれが正解かわからんのよな。こうかな。こうか。違う。まあ何が正解なのかよくわかんないの。まっすぐにすればいいのかな。違うらしい。合ってる？オッケーオッケーオッケー。最初と同じだね。なんだろう。また最後まで到達できなくて終わるのかな。画面からボーンってなって。同じだね多分。ボーンってくる。ほら、かわいい。あそこで拾ったレインコートなんだね。でもあれだね、これやっぱそのリトルナイトメア1の方のステージにつながるっぽいね、このテレビの中から。まあまあいい時間なんだけど、ちょっと早いので次のチェックポイントまでやろうか。上になんかレバーみたいなのあるけど、これはなんだ。あ、しまった。下行くの。うわ、なんだこりゃ。なんか確実にあってはいけないものがある気がする。ここにライトはつけられるのか。まぶしがってる。これなんだ。なんか燃やすのか。私が入ったらまずいよな。あ、セーブしてる。ちょっと待って、これはでもこれじゃ早すぎるから、なんか燃やして何かするんだね。なんだろう。プラスチックを溶かすとか、そんななんかそんな謎解きのようなことがこのゲームにあるのか。敵を燃やすにしてはあそこに入る敵ってどう考えても小さいしな。なんかいるのかな。一応慎重に行くか。とりあえず何もいない。あー、これだ。目的はこれだ。見て見て、クマのぬいぐるみみたいなレントゲンの中に。大丈夫？寒い。鍵が入ってるから、あれを燃やすんだね。鍵を出すんだ。これは何だろう。
何してる？ヒントかな？なんかいるのかな？あのなんかめっちゃ足プルプルしてるんだけど大丈夫？この子ってことでいいのかしら？なんか猿みたいなの持ってるね。この子の中に鍵が入ってるということでよろしい？で、違うっぽい。あ、違うじゃん。そっちのあれじゃん。あ、違う。あ、入ってんの飴か？熊の中に入ってるわけじゃないのか。違うね。なんかめっちゃ動いてるんだけど。なんかゾシックスちゃんがその子を持ってるけど、これいける？もしかして。そういうわけじゃない。なんかシックスちゃんが持ってるやつの中に何かが入ってるけど、なんか鍵か。私には飴に見えるけど、他のぬいぐるみだったりするのかな。ちょっと待って、もうちょっとこっち。足めっちゃプルプルしてるんだけど。なんか入ってるな。待って、このなんかこれの中にもなんか入ってるわ。一応、あ、鍵入ってるじゃん。鍵っぽい。そうか、クマと見せかけてあれは耳が折れてるのか。じゃあこれを持ってけばいいのかな。めちゃくちゃ楽しい。この怖いと可愛いと不気味とさ、全てのこう言い具合を取ってるのよね、このセンスよ。素晴らしいよ。で、入れる。なんか手みたいなのある。これでそのぬいぐるみは、あ、一緒に入れるの。飴が出るのかな。なんかなんだろう、なんかびっくりしてたね今。かわいい。もう入っていいのかな。結構暑そうだけど。シックスちゃんが投げ入れたやつは何も出てこないのか。鍵拾った。あ、びっくりした。鍵を拾ったけど、どこの鍵だろう。とりあえず上登って、なんか何にもまだ敵がいないんだよね。これまたヒューズだね。ヒューズを2個も入れるのか。すごくない？ヒューズを探してくるってまさにホラーゲーム展開なんだけど。これは？ん？これ2人でやんじゃないの？ガシャンって。あ、ヒューズがあれか、ハマってないとできないのか。そういうことか。大丈夫ですか？でもなんかどれも人形っぽいね。これもヒューズだ。ヒューズだらけだな。鍵はどこで使うの？これ多分最初に鍵の部屋に入るんじゃないのかな。あ、セーブしてる。あ、ここだ。オッケーオッケー。じゃあここ入って終わりかしらね。なんだなんだ、電気つけて平気かな。一応消すか。なんかいるのかな。チェックポイント来たからそろそろ終わりかなと思っ
ったんだけど、ん？これ壊せる。なんかで壊すのか。これ拾える？拾えない。あ、誰かいる。こんにちは。これ押せる？そういうわけじゃないか。あ、なんか登れた。これ取れる。距離感がわからない。そういうわけじゃないか。これなんか壊せるっぽいよね、ガシャンって多分。なんかない。これいける？あ、そういうこと？OK。なかなかいい感じの、あ、チェックポイント来た。待って、まだ早いかも。動きそう。何しに来たんだ？ちょっと待ってね、まだもうちょい早いね。うわ、動いてる。動いてる、動いてる。やば。何？お、何それ、なんか手とかが襲ってくる感じなの？ちょっと待って。なんか謎の、びっくりした。登れるこれ。あ、登れた。新しすぎるでしょ。ちょっと待って待って待って待て。落ち着いて。びっくりした。そういう敵なの。とりあえずでも、追いかけてきてるし。急ぐんだ、急ぐんだ。急ぐんだ、急ぐんだ。間に合ったっぽい。え、まだ追いかけてくるの、もしかして。さすがに大丈夫？あ、そういう敵のスタイルなの？別行動になっちゃった。え、あ、セーブしてる。え、ちょっと待って、これ何が目的？目的は何だ？これ何？なんかやるのかな？また来たんだけど。これ登れなくない？おお。ちょっと待って、何が目的？目的がわからないでござる。登れたけど、それでどうするの？こうか。こっちでいいのかな？こっちで良さそうだね。ギャー、またいる。なんなのあれ。あ、ヒューズがある。ヒューズを取るんだ。これ持ってどうすんの？だって行くのはあっちか。ダッシュダッシュ。間に合わなくない？これちょっと待って掴まれちゃった。なるほどなるほど、分かりました。あ、ここにこれあるじゃん。避けるんかよお前。引っ込む感じ。また来るんかい。おいしょ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 。倒せるのかな。おいしょおいしょ。あ、まだいける。倒したっぽい。やった、倒したっぽい。ハンマーがあることに気づかなかった。じゃあこれで、これはなんだ。あ、勝ち割るのか。待って、ハンマーで
めちゃくちゃ面白いんだけど、まさか手が襲ってきて手をハンマーで殴ることになるとは思わなかった。よいしょ、オッケー、さよならハンマーで、これ持って、よし、じゃあこの辺でちょうどいいかな。よいしょ、なんかしてる。行きますよ。はい、来る？オッケーオッケー。これでじゃあ1個目のヒューズが手に入ったんだね。あれ、もう1個そこにあるじゃん。落ちてる。え、もう1個ここにあるじゃん。じゃあこれもはめちゃおう。いつの間に？最初からあった？あれ、これ拾えない？ちょっとなんかこのヒューズが使えるのか使えないのかよくわからないので、ちょっと時間かかっちゃいそうなので、とりあえず今日はこの辺で終わりにしましょう。じゃあね、次回ね、もう一個ヒューズ、見つけることからやっていきたいと思います。はい、というわけで本日もリトルナイトメア2やっていきました。いかがだったでしょうか。最初ね、あの66便のね、おばさんとね、追いかけっこがあって、なんかボス戦みたいなのがあるのかなと思ってたんですけど、あの追いかけっこねだけでね終わりましたね。うん、いや最後気持ち悪かったですね。はい、というわけで今回からね、新しいステージ、おそらく病院だよね、うん、が始まって、まさかあんななんかこんな手みたいなのが追っかけてきて、殴ることになるとは思わず、すごい楽しいですね。うん、でちょっとこのヒューズのことがよくわかんないんですけど、次回もね楽しみにやっていきましょう。はい、というわけでこの辺で終わりにします。では、最後に今日もリトルナイトメア面白かったなと思ってくださった方は、ぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。それからチャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いします。あと SNS、Twitter とかねやっておりますので、動画ね、何時にアップしたよとか、これから生放送やるよとかね、 Twitter でつぶやいてます。まあ、あとくだらないこととかハムスターの写真とか、つぶやいてます。よかったらフォローしてくださると嬉しいです。ではまたね、次回もね楽しみにやっていきましょう。また別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。